everyone, welcome to Art English School. 皆さんこんにちは。アート英語学園チャンネルへようこそ。私はアート英語学園の海獣さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日はこの本についてちょっとご紹介したいと思います。時効捜査。これはですね、ちょっと古いんですが、1995年の3月30日でしたっけ？国松警察庁長官狙撃事件っていうのが起きて、その年はどういう年かというとですね、3月20日に地下鉄サリン事件、オウム真理教のですね、が起きて、その10日後に、国松長官狙撃事件が発生したという、そういう大変な年でございます。で、それがですね、迷宮入りしてしまいまして、皆さんご存知だと思いますけど、2010年に、公訴時効が成立しても時効になってしまって、まあまあお蔵入りで、この本をお書きになった方はジャーナリストの方で、たくさん人脈も終わりですしね、リアルタイムで追ってらっしゃったと思うんですけども、その時のことをお書きになっております。で、結局ね、誰がしたかは分からない感じで、これ読んでるとあーあーみたいな感じだったんですが、その中でですね、本質と関係ないとも関係ないんですけど、一箇所すごくほーと思ったことがあったので、ね、ご紹介したいんですけども、食卓で、食卓員でですね、弾道学、ピストルの弾道ですね、弾道学の、専門家の方が、鑑識課と一緒に仕事をされたというお話が途中で出てくるんですよ。で、食卓ですので、本職の警官の方ではありません。で、ここの本では多分本名が出せないので、仮名で武田さんって出てるんですけども、本職はですね、歯医者さん、歯科医師で開業されてるんですね。で、関西の方なんですって。で、普通の歯医者さん。で、何かあると、すいません、来てくださいみたいな連絡あってですね、交通費、ほぼ交通費だけで、歯医者さんを閉めて、休診にして行くんですって。だから、ほとんどなんか持ち出しみたいな感じですよね。そうなんですけど、本当この方すごくって、例えば、これは、この国松長官の話じゃないんですけど、別のでね、なんか5発の銃弾が、なんか、撃ち込まれたみたいな事件があってね。で、その時にこう車道にこう点々とこう薬莢が落ちてたんですって。で、犯行がどんなふうに行われたかってよくわからないので、つまりどういった体制でどこから撃ったかとかなので、この武田さんがですね、呼ばれてですね、で、その弾痕の位置を確認してですね、で、図面を作って、現場に到着5分でですね、5分で、あ、これは車の座席に座って徐行しながら撃ってますねって言って、こう角度とか書くんで分かりますね。で、遠ではありません。で、近所こうで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 。で、あ、ここにはなんか植栽があります、植木ね。ありますね。あ、そこに棚あるはずですよとかって言ったから、調べたらそこにもう見つかったとかですね。そういうなんか神様のような人なんですよ。で、この国松長官の話でもですね、確か長官は4発撃たれてるんですよね。で、最後の1発が、長官に当たんなくて、なんか植え込みのところになんか行ったかなんか、まあ、その後から分かったんですね。なんですけど、それなんかもこの武田さんはなんとですね、現場に行かないで、長官着てたね、服にこうなんか穴開いてるじゃないですか。その着衣をね、ちょっと写真で見せてください、下着とかワイシャツとか背広とか見せてくださいよっていうから、で、それをですね、ファックスで送ったんですね。で、それを見てです、あ、わかりましたとかって言って、で、それがなんか事件起きてから5ヶ月後とかなんかそんな感じなんだけども、そのね、4発目のが見つからなくて、捜査員がすごい時間をかけてあちこち調べたの見つからなかったんです。それなのにですね、遠隔操作でそのファックスの写真を見ただけで、あ、これはですね、あ、そこに植え込みありますよね、そこのここのここら辺調べたらありますよとか、私すごいピンポイントで言って、わかりましたとかって言われた通りに調べたらですね、武田さんその場にいないのに遠隔操作で1時間で
発見してしまったとかね、そういうすごい方なんですよ。で、その後もですね、まあ、その時だけじゃなくて、その、なんか、弾痕とかね、から、これはなんか、アメリカのどこどこのものって言われているけども、そうじゃなくて、なんか、自分で作ったものじゃなくて、いろいろですね、ちょっと私そこら辺、専門っていうことは3回ぐらい読んだけど、よくわからなかったんですけども、こう言ったりとかして、すごくこれに、エネルギーを割いてですね、結局、歯医者さんはずっと続けてはいらっしゃるんですけども、たびたび、そういうことで警察の方に協力しなければいけないので、閉めなければいけないので、もう途中からは完全予約制にして、何曜日何曜日なんとかみたいな感じじゃなくて、もうちゃんとこう予約して、そうじゃない時はもう休みみたいな感じにしてですね。で、これ始めるとですね、すごくのめり込んでくる方らしいので、もう10時間でも、ずーっと、顕微鏡とか見ながらですね、こうだこうだってこういろいろ計算したりとかっていうのをずーっとされてる方なんだそうですよ。で、本当にですね、そういうエネルギーっていうのかな、すごいなと思いまして、私こういうなんていうかこう職人肌の方の話って昔からすっごい好きなんですけども、このね、本名は存じ上げませんが、この国立長官事件の嘱託員でいらっしゃった武田さんですね、どうなんでしょう、時効になってしまったけども、それでもまだ研究されてるのかな、あと他の事件とかも呼ばれてるでしょうしね、きっとこの方なんか個人的にですね、犯人像についてお考えはあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうことはね、嘱託員などで全然おっしゃらないですけれども、ということで非常にびっくりしたお話でございました。でちなみにですね、これ私1995年のこの狙撃事件があった時はですね、あったのは覚えてますし、なんですけども、非常にこう自分が個人的にすごく大変っていうか、いろいろあった時期だったので、あんまりこの事件のことをじっくり追うみたいな多分精神状態じゃなかったので、実はあんまり覚えてないんですよ。はい。でこれ読んだらですね、国松長官も普通の人だったら死んじゃうような3発ぐらいまともに食らっていて、それがこう入ってから、体の中に入ってからそのグワーって動くような、なんかそういうような特殊なやつだったので、もうなんか内臓もなんかめちゃめちゃにされて、なんだっけ、3000cc 出血してたとかね、救急車が病院に着いた時、すごい状態だったのに、事件が起きたの3月でしょ、77日後の6月に職務再開されてるんですよ、この国松長官って。いや、私そんな知りま、みたいな、みたいな、すごくないですか。なので、こう、いろいろ驚いた、はい。本でございました。ということで、ちょっとほぼ雑談でございましたけれども、ということで、という件解除させてございました。See you next time! Bye!